巻向石塚古墳は奈良県桜井市にある巻向古墳群に属する古墳。巻向遺跡内では最古の古墳の可能性がある。また前方後円墳成立期の古墳として注目されている。2006年1月26日、巻向古墳群の一つとして国の史跡に指定された。奈良県桜井市大田タ石塚に位置する 巻向型前方公園分キュで、規模は全長96メートル、公園部計64メートル、公園部の主キ部の東西59メートル、南北45メートル、前方部の長さ約32メートル、幅約34メートル、首レブの幅15から16メートル、集合幅約20メートルである。公園部は不正経円形で、前方部は三味線のバチ状に開いている。 吹石及び埴輪は用いられていない。墳丁部は太平洋戦争末期に作兵され、そこに高射砲火対空機銃の砲台の基礎部分の跡が検出された。その際、埋葬施設の検出や遺物の出土がなかったことから公園部の埋葬ではないか、あるいは作兵の及ばない、深淵部に埋葬施設があるものと考えられる。築造時期は、 古墳時代前期初頭と推定される。三世紀の初頭、前半、または中頃という三つの説がある。被装者は不明である。巻向く石塚古墳集合より、弥生時代後期最終末期から、古墳時代初頭の土器が出土している。その他、古文円盤、朱塗りの取り形木製品、木製ク桑、横土、水槽、建築部材などの木製品、 弾きが出土した。ありがとうございます。